アメリカのバイデン大統領は27日、ワシントンを訪問している中国の王毅外相と会談しました。これに関連し、AP 通信は、米中両政府が来月中旬に首脳会談を行うことで合意したと伝えました。バイデン大統領と王毅外相の会談は、およそ1時間にわたって行われました。ホワイトハウスによりますと、バイデン大統領は王毅外相に対し、 米中両国が責任を持って競争を管理し、対話を維持する必要性があると強調したほか、米中両国が協力して国際的な課題に取り組まなければならないと訴えました。米中両政府は、来月中旬にサンフランシスコで行われる国際会議に合わせた バイデン大統領と習近平国家主席の会談に向け詰めの調整を続けていますこうした中 AP 通信は両政府が首脳会談を行うことで合意したと伝えました